長岡高等工業学校長岡高等工業学校は1923年に設立された旧制専門学校。略称は長岡高校。1939年5月、長岡市議会は長岡高校の大学昇格建議を可決。6月には新潟県教育会第48回代議員会で新潟医科大学を母体に工・農・理学部を付設する総合大学の設置案が建議された。12月、新潟県議会は総合大学設置意見書を可決したが、日中戦争の戦線拡大、名古屋帝大設置と重なったため、新潟への総合大学設置は実現しなかった。長岡高等工業学校跡の非創立時から廃止まで、鳥海地四郎丸町の校地を使用した。同校地は、更新の新制新潟大学工学部に引き継がれ、1980年に現在の新潟市、五十嵐地区に移転するまで使用された。また、1953年に教育学部、長岡分校が市内東神田町から工学部の東側に移転し、1981年まで使用した。現在、旧長岡校地は長岡市民文化公園となっている。東側の教育学部長岡分校跡は、新潟大学教育学部附属校が使用している。新潟大学の人物一覧を参照。ありがとうございます。